株式会社ユニマットホールディングはユニマットグループの持ち株会社。現在の法人は2013年に設立した株式会社ユニマットゼネラルが商号を変更したものである。初代の株式会社ユニマットホールディングは2013年4月1日に事業会社の株式会社ユニマットライフを吸収合併し株式会社ユニマットライフに 正午変更した。オーナー及びその親族が株式を保有する会社で、オーナー家の資産管理会社。グループの中核事業会社は株式会社、ユニマットライフであったが、2010年3月31日時点では、株式会社ユニマットホールディングが33.7%、直接保有、オーナー家が16.2%保有であり、上場企業であったユニマットライフは、 同社の子会社ではなかった。2010年3月、より子会社を通じ、ユニマットライフに対し株式公開買い付けを行い、2010年8月にユニマットライフを間接、完全子会社化した。かつて、シャガールやゴッホラの絵画作品を所蔵する、箱根足の湖美術館を運営していた。同館閉館後は、その所蔵作品を引き継いだ。 青山ユニマット美術館を運営していたが、これも閉館した。その後グループが運営する美術館はないが、美術関連事業は継続している。ユニマットグループ創業者の高橋洋二は、事業の傍ら、フランス近代美術を中心とする西洋美術品の収集を行い、ダビッド、ドラクロワ、ミレー、コロー、エンネル、クールベ、ドガ、ルノワール、ドラン、デューフィ、 ユトリロ、モディリアーニ、藤田つぐじらの絵画作品や、ラリックのガラス工芸品、宝飾品などによるユニマットコレクションを形成。当社の所蔵品となっている。2017年から2018年にかけて巡回展、ユニマットコレクションフランス近代絵画と主曲のラリック展安らぎの美を求めてが開催され、初めてコレクションが一般公開された。 続く2019年から2020年にかけては、巡回展、ラリックエレガンス宝飾とガラスのモダニティ、ユニマットコレクションマイナスが開催された。このほか所蔵品の貸し出しも行っている。変更報告書や会社の移動に関するお知らせ、株式会社、ユニマットライフ、平成21年6月29日プレスリリース。 登録申請会社概要ジャスダック、SHI リゾート開発事業譲渡について、住友重機械工業、当社主会社による孫会社株式の譲渡に関する、お知らせ本施設について、ワークコート、渋谷商島渋谷最大級のコワーキングスペース、ワークコート、渋谷商島神戸市立、小磯記念美術館、編集、フランス近代絵画と主玉のラリック展安らぎの美容、 求めて、ユニマットコレクション2017年神戸新聞社、特別展、ユニマットコレクションフランス近代絵画と主曲の、ライック展、安らぎの美を求めて、の開催2017年8月22日神戸市、普通美術の名品並ぶ神戸で、ユニマットコレクション2017年9月17日、兵庫お出かけ、プラス、神戸新聞ネクスト。企画展、 ユニマットコレクションフランス近代絵画と主曲のラリック展岩手県立美術館ユニマットコレクションフランス近代絵画と主曲のラリック展から安らぎの美を求めて北海道立旭川美術館島瀬美術センターユニマットコレクションフランス近代絵画と主曲のラリック展安らぎの美を求めて開催2018年9月1日佐世保市博物館 島瀬美術センター、ラリックエレガンス宝飾とガラスのモダニティ、ユニマットコレクション練馬区立美術館、ラリックエレガンス宝飾とガラスのモダニティ、ユニマットコレクションパラミタミュージアム、ラリックエレガンス宝飾とガラスのモダニティ、ユニマットコレクション祖合美術館スケジュール、東京都美術館、没後50年、藤田嗣ぐ展に絵画を貸し出しております2018年8月15日、 ユニマットグループを知らせ。ありがとうございます。